こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ひょっとしたらその夏服古いかもというテーマでお届けをしたいなと思っています。僕はですね、個人向けのスタイリストを14年間行ってきたわけなんですけども、僕のお客さんっていうのはもともとファッションにそんなに興味がなかったりだとか、ちょっとおしゃれが苦手という方が多いんですけども、まあそういった方々と長年ですね接していると、一つの共通点がありまして、それが何なのかというとですね、ある時を境にファッションがあまり変化していないという問題なんですね。まあ例えばですね、20代後半ぐらいからなかなかお仕事が忙しかったりだとか、家庭が忙しくて、なかなかですねファッションに時間を割く暇がなくて、その時のままですね現在まで至るという方が結構少なくないんですね。そうなると、まあ20代後半の時のトレンドだとか、自分自身とまた今のトレンドだとか、今の自分とやっぱりギャップがあるので、その結果としてなんとなくファッション全体がしっくりこないという方、こういう悩みを持っている方がかなり多かったんですね。きっとですね、僕のチャンネルを見ていただいている方にも同じような悩みを持っている方いらっしゃると思います。20代後半の頃に買っていたお店でずっと買い物し続けているだとか、好きな服のテイストは変わらずになかなか一歩踏み出すのが怖いという方もいらっしゃると思うんですね。そういった場合、今持ってる夏服いろいろあると思うんですね。半袖 T シャツだとか、ポロシャツだとか、あとは T シャツだとか、ショートパンツだとか、まあいろんなものをお持ちだと思うんですが、まあそういったもの自体がちょっと古臭く見えてしまっている可能性があるので、今回はこういったものを持っていたらちょっと今の時代には合いづらいので、こういったものに買い替えた方がいいですよというところですね、なるべく具体的に解説をしていきたいなと思っています。なかなか皆さんの身近な人で、そのポロシャツちょっと古臭く見えるかもって言ってくれる人っていないと思うんですよね。ですので、こちらのチャンネルではなるべくマイルドな語り口でですね、このようなアイテムはちょっと難しいかもなというところをしっかりとお伝えしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、古臭く見える可能性がある夏服を皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目は半袖のシャツですね。具体的にはこちらのイラストをですね参照していただきたいなと思ってるんですが、僕の普段のチャンネルの中で結構半袖のシャツよくですねご紹介してるので、それ NG なのと感じてる方も少なくないかなと思うんですね。ただ半袖シャツといってもいろんなものがありまして、ある時から半袖シャツの傾向って大きく変わってるんですね。まあ、こちらのイラストを見ていただくと、本当にベーシックで特にポイントがないようなボタンダウンの半袖シャツかなと思うんですが、いくつか NG のポイントがありまして、一番大きな問題点はサイズ感なんですよね。かつての半袖シャツってあんまりスタイリッシュなイメージってなかったかなと思うんですね。その頃の半袖シャツのイメージってまさにこんな感じだったと思います。ジャストサイズで袖丈も短めで、ボタンダウンで本当にシンプルな半袖のシャツなんですけども、シンプルに見えすぎてしまって逆に子供っぽく見えてしまったりだとか、まあそういったことがあったので、なかなかですねこういったボタンダウンの半袖シャツって素敵に見えづらいところがあるんですね。一方で、僕が普段おすすめしているような半袖のシャツというのはこちらのように、まずサイズ感ですね。袖丈はちょっと長めで、大人の男性だったら気になるこの二の腕のラインですね、ここがある程度カバーできること、これがですね一つの条件としてあるのかなと思います。目安として腕の関節前後ぐらいですね、これぐらいの長さがあれば今街で売っている半袖シャツとすごくデザイン的には近いのかなと思います。あとは身幅のフィット感も見ていただきたいんですが、先ほどの半袖シャツすごくベーシックでいいんですけども、かなりジャストサイズからタイトに近くて、このサイズ感もちょっと今っぽいというところではなかったりするので、少しゆとりを持たせた方が今のトレンド感に合った半袖シャツというところが表現しやすいのかなと思います。まあ実際ですね、先ほどの画像のような半袖シャツって今はそこまで街で見かける機会も多くはなくなりました。やっぱりどんなにベーシックなアイテムであっても、時代の流れとともに少しずつ変化していってサイズ感も変わってくるので、今街で売っているものを買えば大きくトレンドと外れることはなかったりするので、まあ、ぜひですね、こういった少しゆとりのあるような半袖シャツをお持ちはない方は、改めて買い揃えていただければなと思います。あとは襟のデザインなんですけども、ボタンダウンシャツというのは、
40代以上の大人世代にとってはかなり馴染みのあるような襟型だと思うんですね。安心感があって、まあベーシックかなと思うんですが、まあこのようなボタンダウンシャツよりはオープンカラーシャツだとか、あとはレギュラーカラーシャツだとか、このような襟型の方が今のトレンド感とか空気感には合いやすいかなと思うので、このあたりをトライしていただければかなり今っぽく見えるかなと思うので、ぜひ皆さん半袖シャツ、本当にベーシックなジャストサイズのものがあったとしたら、それは手放して今の空気感に合うものに買い替えていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、ポロシャツですね。ちょっとこちらもイラスト見ていただきたいなと思うんですが、パッと見は結構おしゃれに見えるっていう方もいらっしゃるかなと思うんですよね。まあベーシックな何の柄もないようなポロシャツとは違って、襟の部分を見ていただくとボタンダウン型になっていて、結構襟にもボリュームがあります。そしてボタンの縫い糸の色、基本はですねホワイトだとかアイボリーだとか、ボタンの本体の色となじませるようなものが多いんですが、そんな中で糸の色がブラックだとかネイビーのようにちょっとこう色を変えてあるんですね。そういったディティールもおしゃれに感じたりすると思うんですよね。あとは裾の部分にちょっとしたこう切り替えがあったりだとか、襟の下の部分にも切り替えがあったりするので、こういったディティールですね。他にはですね、こちらはちょっと違うんですが、ブランドロゴがしっかりついてるだとか、そのようなちょっとアクセントの加わったようなポロシャツって結構好きな方もいたりだとか、未だに着てる方は多いかなと思うんですが、ちょっとこれまた古臭く見える可能性があるかなと思います。そしてサイズ感も見ていただきたいんですが、先ほどの半袖シャツと同じように袖丈がまず短めです。そしてボディのフィット感も割と強めで、体型のラインがですね出やすいような、そんなポロシャツになっているんですが、ちょっと前まではシャープに見えて、こういったポロも割と着てる方も多かったんですが、ちょっと今着ると古臭く見えるかもしれません。じゃあどういったものを着ればいいのかというと、こちらの画像のようにディティールに関しては凝りすぎない方が圧倒的にいいかなと思っています。見ていただくとわかりますが、襟は本当にレギュラーカラーの普通の襟がついていますし、ボタンの色も普通、色も単色なので特に凝ってるようなポイントはないんですが、だけどもサイズ感を見ていただきたいんですね。袖丈が長めです。そして身幅もちょっとゆとりがあります。だけども着丈は長すぎないようなバランスが取れています。ベーシックで使いやすいような、本当に無難に見えるようなポロシャツなんですが、だけどもサイズ感が今っぽいというだけで、十分今のトレンド感に合ったようなポロシャツとして、大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひこういったものを持っていただきたいなと思います。またポロシャツの色なんですが、やっぱりこう白だとか、明るめのグレーだとか、あとはボルドーだとか、まあ、このあたりのポロシャツ着てる方もいらっしゃるかなと思うんですが、失敗するとポロシャツってすっごくおじさんっぽく見えるので、できれば、ブラックですとかネイビーですとかダークグレーですとか、このあたりの色が濃くてシャープなものを選んだ方が圧倒的に大人っぽく見えるかなと思います。結構おしゃれが苦手な人ってディティールが凝ったものを選びがちなんですね。ちょっと切り替えがあるだとか、ボタンの色が特殊だとか、すごくタイトだとか、まあそういったところに魅力を感じやすかったりするんですが、意外とおしゃれをするためにそういったディティールってあんまり必要じゃなくて、むしろそういったものがあるためにちょっとごちゃごちゃした印象になったりだとか、いやいや今の空気感と合わなかったですので、そういったディティールがあるものに関してはちょっとこう一歩踏みとどまって検討してみる余地があるかなと思います。あとは皆さんのクローゼットの中にもこのようなボタンの色だとか縫い糸だとかパイピングだとか切り替えだとか、そういったものがふんだんに使われているものがあったら一度ですね断捨離してみるのがいいのかなと思います。ということで2つ目、ポロシャツ、なるべくシンプルで濃い色、なおかつちょっとサイズ感にゆとりがあるものに買い替えていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、こちらのイラストのようなタイトな V ネックの T シャツですね。これまたですね、まあ、この前の動画の中でもお伝えしましたが、割とですね、僕ら大人世代だと馴染み深いアイテムだったりするんですね。まあ、特に僕自身も、今からもう十数年前になってしまいますが、20代の頃っていうのは、V ネックの T シャツがめちゃくちゃ流行ったんですね。なので、すごいいっぱい買って、よく僕自身も着ていました。ですが、やはり流行っていうのも徐々に変わってきて、V ネックのような自分のこの体のラインを綺麗に見せたりだとか、肌の露出を見せた方がいいっていうような、そういったトレンドもあれば、極力肌の露出というのはあんまり出さずに、色気は出さないような着こなしの方が空気感として合うトレンド、これはですね行ったり来たりのところがあるんですけども、今は完全にですね肌の露出多めの着こなしよりはクルーネック T シャツのようなしっかりとですね首元まで締まってるような T シャツの方が時代の雰囲気にはぴったりと着やすいかなと思います。まあ、特に20代の頃であればそういったちょっとこうセクシーな着こなしもまだ清潔感があったんですけども、僕ら大人世代が肌の露出を高
めたところで、それ喜ぶ人ってなかなかいないんですよね。同じ男性が見てもちょっとチャラいなと思われますし、女性が見ても肌の露出が多い着こなしって全然こうセクシーに見えたりだとか、素敵だねって思ってもらえないことが多いんですね。なので胸の開きの大きいですね、Vネックの T シャツだとか、あとはシャツを第2ボタンまで開けて肌の露出を大きくするっていうのは日本においては意外と難しいというところは、まあ、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思います。もちろんそういった着こなしがバチーンとハマる人もいるんですね。まあ、例えばイタリア人男性だとか日本人でもそういった方もいらっしゃるので、そういったものをですね、否定する気はもう全くないんですけども、無理をしてそういったものを着る必要は全くないので、できれば V ネックの T シャツですね、もうちょっと習慣で20代の頃からずっと着てるから、そのまま今も着てますっていう方は、丸首に変えてあげた方がバランスがいいんじゃないのかなと思います。とは言っても最近ですね、V ネックの T シャツ、またちょっとですね、流れが来ていまして、あんまり深すぎるものではなくて、適度に深いぐらいのものは、まあユニクロなんかでも取り扱いがありますし、徐々に増えては来ていますので、まあ V ネックTシャツどうしても着たいという方は、このようなちょっと浅めの V ネックを選んでいただければ、まず間違いがないかなと思います。で、表面の質感なんですが、まあ、こちらのイラストのようにちょっとこう凹凸感があったりだとか、折りの雰囲気あるようなものとか、まあ、こういったものもちょっと難しく見える可能性があるので、まあ、なるべくシンプルなコットン地のものだとか、まあ、せめてですね、凹凸感があるとしてもワッフル地のものだとか、そのぐらいまでであれば、特にですね、ギラつき感だとかオラオラ感も出ないので、まあ、そういった質感のものを選ぶようにしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムに入る前にちょっとですね、お話ししたいことがありまして、僕はですね、これまでに何冊か本を書いているんですね。まあ、メンズファッションの基本について、まあ、ベーシックで、まあ、何年経っても変わらないようなルールをですね、皆さんにお伝えすべく本を書いていたんですね。例えばここにですね、ユニクロ9割で超速おしゃれという本がありまして、これはですね、今から6年前にですね、出版した書籍になるんですね。これはですね、まあ、当時としては結構珍しいアプローチで、ほぼユニクロだけでおしゃれを楽しもうというテーマの本で、まあ、そういったですね、動画を僕も普段からよくやっているので、今からするとそんなにこう新鮮さはないんですが、当時からするとこのようなアプローチって結構ですね、鮮度があったような内容かなと思うんですね。まあ、この中でいろんなベーシックな着こなしをですね、提案してるんですね。中パラパラとお見せしたいなと思うんですが、まあ、ちょっとあんまり映しすぎちゃうとまずいので、パラパラパラと。その着こなしを見てるとですね、今でも通用するものが多いんですけども、その一方でちょっと古臭く見えるなっていうものがかなり多いんですよ。これはですね、6年という歳月が経つことで、時代のトレンドというものが変化するからなんですね。どんなにベーシックで長く使えそうなスタイルであっても、そのベーシック定番でさえも時代とともに変化してしまうんですね。そのやっぱり代表的な例というのがサイズ感だと思っていまして、まだこの本が出た時にはジャストサイズというところ、それがですね、定番で間違いがなかったです。今でもジャストサイズは定番ではあり続けるんですが、それでもちょっとサイズ感の緩いものというのがだいぶ世の中に浸透してきているので、そこら辺はうまく取り入れてあげた方がよりですね、僕はいいのかなと思ってるんですね。で、皆さんに改めてお伝えしたい4点目なんですが、こちらのような細身の白パンですね。これはですね、本の中でも紹介されている僕自身のコーディネートなので、なんか気恥ずかしさがあるんですが、別にすごく NG で、これやっちゃダメっていうわけではないんですが、2023年の現在においてこれを見ると、ちょっとこう今の空気感とはやや変わってきてるかなっていうのは、さすがに僕自身も感じてるわけなんですね。白パンって僕はですね、本を一番最初に出した時から皆さんにご提案し続けてきたものなんですね。で、僕自身今も大好きで白パン履き続けているんですが、明らかにサイズ感に変化があるんですね。今こちらの写真にあるようなジャストサイズですね、足にフィットしたような白パンっていうのはちょっと今の雰囲気では履かないことが多くなってきてるかなと思います。僕もこういったシルエットの白パンはまず持っていません。何本か白パンのバリエーションあるんですが、どれもですね、少しゆとりを持たせたような、このような白パンになってるんですね。もも周りにゆとりがあったりだとか、足のラインがそんなに見えないような適度なゆとりのある白パンの方が今の空気感には合ってるかなと思うので、もし皆さんこれから白パンを選ぶのであれば、こちらのようなですね、シルエットのものを選んでいただければなと思います。
まあ、僕はちょっとワイドめの白パンが好きなんですが、まあ、それだとちょっと人によって履けるか履けないかが分かれてしまうので、理想的なのは、先日グリーンレベルさんとコラボレーションした時の白パンのようにですね、真っ白ではなくて、ちょっとオフホワイトだとか、ごくごく明るいライトグレーであったりだとか、まあ、そういった色合いで、もも周りには適度にゆとりがありながらも、膝から下にかけて、ちょっと徐々に細くなるようなテーパード型のものですね。こういったものだと、適度にゆとりはあるんだけども、だらしなく見えない。このようなシルエットというのが2023年においてはいいんじゃないのかなと思います。これは何も白パンだけじゃなくてブラックのパンツだとかグレーのパンツだとか、あとはデニムにおいてもそうですね。バキバキに細いようなスキニーデニムっていうのはもう今現在だとそこまで旬ではなくなってるかなと思います。まだそれ履いてるとめちゃくちゃ古いよねとは思わないんですよ。スタイルもよく見えるし、このアイテムの完成度というのは非常に高いと思うんですが、これもですね徐々に鮮度は失われてきてるので、まあ、このあたりでちょっと方向性を変えるのはいいかなと思ってるので、まずはテーパードフィットですね。もも周りにはちょっとゆとりがあって膝から下細くなるユニクロのスマートアンクルパンツだとか、そのあたりのラインから変えてみるのがいいかなと思うので、ボトムスシルエットは一旦考え直してみるのがいいと思います。その流れの中で白パン、細すぎる白パンっていうのはちょっと今鮮度高くないので、少しゆとりを持たせた白パンというところにトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目なんですが、帽子ですね。帽子にも実はトレンドみたいなものがありまして、今はこういった形が割と旬だよねっていうものもあれば、ちょっとこれは古く感じるかもなっていうものがあるんですけども、その中で5点目皆さんにご紹介したいのがこちらのような麦わら帽子、ストローハットと呼ばれるものですね。これ僕大好きで、先ほどの書籍の中でも実はですね使われているんですね。ストローハットだとかハット系のアイテムは僕はもう本当に長らく好きで、いろんなブランドのものを購入してきましたが、今はちょっとですねそこまでトレンド感のあるような帽子ではないのも事実なんですね。これまた数年経てば流れが変わってくるかもしれないので断言はできません。今現在だとこういったハットよりももうちょっとラフな雰囲気が漂うようなキャップですね。このあたりの方が雰囲気としては今の空気感には合ってるのかなと思います。僕もキャップはですね、昔はそんなに被らなかったんですね。もうちょっと綺麗めに見えるようなハットの方が圧倒的に好きだったんですが、今はそんなに気取って見えないようなこのようなキャップの方が、かえって気恥ずかしくなくて気軽に被りやすいかなと思います。もちろんですね、子供っぽく見えたりだとか、大人の男性が被るのはどうなのっていう方もいらっしゃると思うんですね。なので、無理して被る必要はないんですが、もし帽子を被るのであれば、結構キャップという選択肢が、まあ、今の時代感には合ってるかなと思います。で、帽子が似合うか似合わないかっていうのはですね、結構これはですね僕らのような服のですね専門家の間ではよく言われることなんですが、割と見慣れてるかどうかっていうのも大きいんですよね。最初のうちって帽子を被ってる自分自身に全く見慣れてないので、初めましての状態なんですね。そうするともう違和感を覚えるのは当然であって、その段階でもう被るのやめちゃう方が圧倒的に多いんですが、まあ、帽子が似合う方っていうのはどういう人なのかというと、帽子をずっと被り続けてる人なんですね。その姿に自分自身が見慣れてしまえばそんなに違和感がないし、周りもそういったキャラクターなんだなっていうのが認識されていくので、帽子が似合うか似合わないかは結構目が慣れてるかどうかっていうところがあるので、まあ、ぜひ皆さんもキャップですね。ブラックでなるべくシンプルなものですね。まあ、僕は今ですね、こういったちょっとしたこう文字が刻まれているものを持っていますが、本当にブラックの無地のもの、ユニクロだとか無印でも置いてあります。そういったものから気軽にトライをしてみて、目を慣らせてみる。まあ、特に夏場なんかは、こういった帽子っていうのは、あった方が確実に便利ですよね。日差しを避けることもできるし、体感温度も変わってくるので、帽子あった方がいいかなと思うので、まあ、夏の間にちょっとこう試してみながら、見慣れてみるということも大事なので、まあ、ぜひ帽子を被るのであれば、ハットみたいなものもいいんですが、今の時期にはこういったキャップみたいなものが合いやすいですよというところ、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではその夏服ひょっとしたら古いかもというですねテーマで動画をお届けさせていただきました。まあ、このような動画って、まあ、作るかどうかいつも悩むんですよね。まあ、そういったものをもし持ってたとしたら、なんかそういった方を傷つけちゃわないかなとか、なんか嫌な思いをさせちゃわないかなって思ったりするんですが、なかなかこういったことをズバッとお伝えしてくれる人っていないと思うので、まあ、なるべくですね分かりやすく、まあ、このような理由で今はこういったものはちょっと旬じゃないですよっていうのをマイルドにお伝えすることで、まあ、少しでもですね皆さん
さんの着こなしが今の時代の雰囲気だとか、そういったところに合わせたような形でアップデートしていただけたら嬉しいなということで、今回お届けさせていただきました。まあぜひですね、皆さん今回の動画を機にですね、クローゼットを開けてみて、該当するようなアイテムがないかどうかをですね、チェックしていただきたいなと思います。いきなり全部断捨離をする必要はないので、まあ一点ずつでも構いません。ぜひですね、なんかしっくり来ないなとか、今の雰囲気に合わないなっていうのを感じていたとしたらですね、これを機会に新しい服をですね、買い揃えてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのですね、アイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形で運営をしています。今日もこの後ですね、ライブ配信で皆さんとですね、交流しながらご質問にお答えするのを僕自身も楽しみにしているので、まあ、ぜひですね、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくり動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですね。僕自身も YouTube は撮ることは多いんですが、あんまり見ることは多くないんですね。結構バタバタと日々しているので、そういった方のためにオンラインサロンもやっていまして、そちらでは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかを行っています。僕自身も毎日記事を書いていまして、まあ、大体一つの記事にですね2分前後で読めるような分量になっています。また僕以外のスタイリストだとか専門家の方ですね、まあ、最近新しい方も入っていただいたので、かなりいろんな専門家の方の記事も読むことができます。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、こちらも気になる方はですね、下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。